どうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。アンチコナミーです。さあ、本日なんですが、アンチコナミー魂のデッキをね、作ってきたんで、やっていきましょう。令和の家族宝玉デッキ、組んできました。一応ね、新パックでね、宝玉モンスターが実装されたんですよ。で、前回の私動画でもやりましたけど、ちょっとコナミーに一個言いたいのは、カード実装するのはいいけどさ、カード実装するのはいいけど、キャラクターゲーム的立ち位置だってデュエルリンクス言ってるんだとしたら、これ実装したらやることあるって気づかない？さ、常識ある人間だったら絶対気づくんだよね。これその魔法トラップゾーンが要は宝玉デッキ使うのに3枠しかなかったら、ペンデナムゾーンにこれ貼ったら使えなくなるカードがあるっていうことに気づくはずなんだよ。どうしてわかんないかな、何回言ってんのかなこの話。もうツイッターでもなんか死ぬほど言ってるし、動画にもしてるんですけど、もう未だに何の対策もされないんで、本当に今ムカついてます。私はちょっと一回怒りを抑えてね、真面目にデッキを解説していくとすると、一応ね、新しい宝玉モンスターって2種類いて、この宝玉の先導者っていうのと守護者っていうのがいるんですけど、この先導者の効果結構強いんですよ。これペンデナムゾーンに貼っておくと、宝玉獣モンスターまたは旧宝玉神が相手の効果が多少ならないっていうすげえ強い効果が書いてあるんですよね。で、しかもこいつをリリースすると宝玉カード持ってこれたりとかって書いてあるんで、これめっちゃ強いんですけど、こいつ入れられないんですよ。なんでかっていうと、そのペンデナムゾーンがないんで、ヨハン君使うとね、ヨハン以外の、キャラクターを使えばなんとかなりますけど、ヨハン使うとペンデナムゾーンないんで、なんでかっていうと、デュエルリンクスっていうのは何回も言ってるように魔法トラップゾーンが3個しかないんで、なんでこれを使うっていう選択肢がもう消えます。はい、ヨハンで使うとね、ヨハンで使うとこのモンスターを使うっていう選択肢が消えまして、でこいつを使っていくしかない。でしかもこいつのペンデラム効果も使えません。だってペンデラムスケールに貼ったら意味わかんなくなるから。なんで、こいつのモンスター効果ね、こいつをリリースすると、なんか手札フィールドのこのカードリリースすると、なんかその宝玉獣モンスターが戦闘を行う場合、ダメージ系に元々の攻撃力がなんか倍になって、攻撃が倍になってダメージステップ白地破壊されるっていうことができるんで、まあ要はなんか、ちょっと弱いオネストみたいな、まあそんな感じのイメージですね。まあそういう使い方しかできません。一応新カード活躍してるシーンは何回かあるけど、そのペンデラムゾーンを用意してもらっていいですか？早めに、今すぐに、僕早く用意しろって言いましたよね。ほんまに腹立つわ。もう何回も公式にリプライ送ってんの、ツイッターの。早をスキル修正せえっつって、音沙汰なし。はい、というわけで、怒りの宝玉救済デッキやっていきましょう。デュエルスタンバイ。さあ、家族紹介デッキをやっていきましょう。家族紹介デッキをね、僕の家族紹介デッキ、ハンド強そう。なんか最近なんかエクシーズするなんか宝玉獣デッキみたいなのもあるらしいですね。もうね、ヨハンデッキで究極宝玉神レインボードラゴン抜いたらもうおしまいですよ。人間おしまいです。もうヨハン使って宝玉獣使って究極宝玉神レインボードラゴン出さないのはもうほんと人間おしまい。それはもうね、家族なんだから、家族捨ててるみたいなもんですから。とりあえず宝玉の絆で、宝玉の絆効果発動。まあペガサスかな。まずペガサス持ってきて、で、デッキから置くのはまあ何でもいいんだけど、エメラルドタートルとかどうでもいいモンスターを一回置く。あ、やべ、家族なのにどうでもいいとか言っちゃった。ごめんなさい。サファイアペガサス召喚。ペガサスの効果を発動。サファイアペガサスの効果によって、ちょっとセットカード割りたいですね。一旦ね、導きかな、これ一回。で、虹の架け橋発動。このカードの効果により、宝玉魔法トラップカードを手札に加えることができる。宝玉の導きを手札に加えるぜ。そして、宝玉の導きの効果を発動。このカードは、宝玉獣モンスターが魔法トラップゾーンに2体以上存在する場合、デッキから宝玉獣モンスター一体を特殊召喚できる。そして、ルビーカーバンクルのモンスター効果発動。ルビーカーバンクルのモンスター効果によって、宝玉獣モンスター1体を魔法トラップゾーンから特殊召喚できる。そして、レベル3のモンスターが2体でオーバーレイ。エクシーズ召喚。現れる俺の家族。宝玉獣、ゴーストリックアルカードをエクシーズ召喚。そして、ゴーストリックアルカードのモンスター効果発動。オーバーレイミットを1つ使い、相手の
セットカードを1枚を選択し、そのカードを破壊する。蘇れスピリッツ。いいだろう、レッドアイズスピリッツ。あー、それめんどいね、それ非常にめんどいね、そのカード。エビルデーモン、はい、オッケー。そしてキル発動。え、これ待って、これペガサス捨てんのこれマジで。もペガサスこれ持ってくるの間違いだな、ちょっと持ってるの間違いだな。まあいいや、ペガサス捨ててだな。でまあメジストキャットかなんかでいいか。でセットする。でバトルフェイズ入る。バトルだ。であのデーモンとかいうのマジでぶん殴っとかないとまずいんだこれ、普通に全部死ぬんで。戻せばいいか、戻せばいいわ、戻せばいい。これはこれでいい、これでいいや、これで戻せばいい。でセットモンスターは殴っといた方がいいかな一応。これなんだろうな、ちょっとわかんない。セットモンスター殴っといた方がいいか。セットモンスター殴っとく、オッケー。でターン終了。俺のターン。で表側にだけしておこう、表側にだけしておく、表側にだけしておく。よし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 。でデュアルした瞬間戻そう。魔法カード発動。インサイト、あー強いね、インサイトは強い。あでもインサイト使って何に持ってくんだろう。蘇生か、蘇生、蘇生めんどいな、蘇生はめんどくさい。アルカードは破壊されるかもしれないけども、あー融合か。あじゃあ一応レッドアイズライトニングロードエビルデーモンは残る。効果は発動できない、デュアル宣言できないですもんね。あれはレッドアイズフュージョン。魔法カード発動。まあ戻すしかないですね、どっちか。いやこのペガサスちょっと捨てたの、これ確実にこれミスりましたね。持ってくるの絶対ペガサスじゃないわプレイング意外とむずい、3枠しかねえから。いやここでねペガサスをね置ければね、4枠しかない、4枠じゃない、3枠しかないからさ、魔法トラップゾーン。いやもう難しくない、宝剣の集結する効果発動。いやこれペガサス戻しちゃったな、これアメジストキャットとかどうでもいいモンスター戻すしかないの、これマジ。これこうするしかないじゃんね、こうするしかない。いやーこれ絶対ミスってる、攻撃だ、やばいやばい、いやーやばいやばい、ドロー。うわー、えこれってさ今何枚あんの、1、2、3、4、5。うわー間に合わねー、5枚しかねー、確実にミスった、持ってくるの。もう今ここで決まってたのにな、これ決まってたんだよお前、これ実はこれ実は決まってたんだよ、もうこれで5枚しかないから、今スキル使ったところで何も出せない、1、2、3、4、5しかないもんね、5しかないもんね、5しかないもんね、これやばいやばい、もうこれ魂で魂で何もせずエンド頼む、ちょ本当にやめてください、お願いします、耐えたい、ヨハン君、ヨハン君耐えよう、エビルデーモン、いや、いや、耐えた、耐えた、まだ可能性はあるよ、耐えたら可能性はあるよ、俺のターン、ドロー、わ、来た、砲撃銃来た、1、2、3、4、5、6、ってことは、スキル発動、受け継がれる砲撃。受け継がれる砲撃によってトパーズタイガーを墓地に送ってマンモスをセット、そして墓地およびフィード上には7体の砲撃呪文さんが揃った。僕の新しい家族を紹介するぜ、うおー究極砲撃神レインボードラゴン降臨、2体目うおー、そして即座にリリース、出会って4秒でリリース、うおーリリース、うおー究極砲撃神レインボーオーバードラゴンの効果、攻撃力を1800アップさせるぜ、いけーオーバーザアルティメットレインボー、これが家族デッキよ、これでこれこそが家族デッキ、対戦ありがとうございました。
宝玉銃ってこういうデッキだから。1個言っていいか、魔法アラゾン増やせ。さあお相手の方、マクドナルドくんね、マクドナルドくんね、ハンド割と強いですね。これハンド非常に強力と言っていいでしょう。これはでですね、ペガサスで圧縮しましょう。ペガサス発動で魔法トラップゾーンに宝玉銃モンスターを置ける。これはまあ引きたくねえモンスターを置けばいいから、アメジストキャットで一回引いてから、いや特殊召喚して圧縮してからの方がいいか。でも引いてから考えよう、引いてから考えよう、引いてから考えよう。でレアバリュー発動、なるほど、じゃあスキル発動するしかないね。スキル発動、ルビーカーバンクル攻撃士いったらちょっともいいか。いやでもこれちょっともったいないな。こうしてあと、あと2体なんですよね、あと2体なんですよね。ってことは、ここで出しといて、で導きしとけばもうあと1体か、あと1体、あと1体になる。もうペガサスはあるからいらなく、ダメだこれ特殊召喚すると無理。これこうだね、これで次のターン、次のターンで、いやーでもこれ戦列引いちゃっての弱いな。まあしょうがないか、戦列引いちゃっての弱いけど、まあ最悪処理戦戦列をしてで特殊召喚すればいいから。オッケー、いくえハンゴンマッハ、やばいやばい、オフロードグランプリやばい、なんかすごく起きる。フォーミュラーアステレートめちゃくちゃ久しぶりに見ましたね。 FA モンスター効果、一応海外初テーマでしたね確かね。 FA って UA と一緒に、 FA と UA は一応あの海外初テーマみたいな感じでしたね確か。はい、ガーナディゲーター、 OK OK。 あ、これブラックロードされる大丈夫いやブラックロードされてもまあそんなに痛くないですけどね、このデッキ。またあの魔法トラップゾーンにババーンって破壊されてペペって置かれるんでそんなに痛くはないんですけど、さあどうするんでしょうか。これ一応ランク4でローチとか垂れてもいいと思うんですけど、これローチ垂れてちゃうとなんか素材になっちゃうんですよね、モンスターが。で素材になってると墓地行ってる扱いなんなくて、あ嵐、なるほど、はいはい、いいよ。墓地行った扱いになんなくて、宝玉銃モンスターが7体以上存在する場合に特殊召喚できるっていう究極宝玉神レインボードラゴン の召喚条件が満たせなくなっちゃう可能性があるんですよね。なんでちょっと入ってないっていう感じなんですが、とりあえずいいです。さあハンガーも発効果、やばい、これマクロコスモスまで行くか。 FA サーキットグランプリいいだろう、モンスター効果いいだろう、いいだろう、いいだろう。あでもあれかレベル7までいかないかさすがに。ダウンフォースやばい、2つ上げる、やばいな、レベル9。あこれお父さん出てくる、もしかしてフォーミュラーストリート、あ出てきた出てきた、お父さんやフォームトランスポーター、まずい、こいつこいつがレベル11以上になるとやめっちゃ強いみたいな。このカードは戦闘効果流せない、やばい、ちょ強っ強っ、戦闘効果で破壊されないはさすがに強い。サファイアペガサス効果発動、一応ペガサス効果発動する、発動する必要は、もう発動する必要あるか、大丈夫だ別に。でここで魔法カード引いてくれ、あレアバリューきた強い、レアバリュー発動、さあどちらか一方を墓地送っていただいて、なるほど、アンバーマンモス来たのでアンバーマンモスを捨てましょう。アンバーマンモスを捨ててでレインボードラゴン持ってきて、ほんで行こう、7体の宝玉銃が揃って、いけ究極宝玉神レインボードラゴン、これがヨハンの魂、これが僕の魂、見てるか10代、目を覚ませ10代、10代目を覚ませ、思い出せ君の君の家族との日々を思い出すんだ、いけーかっこいい、
そして受け継がれる宝玉が発動する必要ない。究極宝玉神レインボードラゴンもリリースし、究極宝玉神レインボーオーバードラゴンも融合召喚。そして究極宝玉神レインボーオーバードラゴンのモンスター効果発動。うわ、ペガサス落ちたの弱え、ペガサス落ちたの弱え。究極宝玉神レインボーオーバードラゴンの効果一番打点高いのどれ、これか。はい、これ今いくつだね。あいつ戦闘破壊されないでしょ。5700で2700、あ、上がんのか。え、これ足りるか、これ足りねえ足りねえし、足りねえし、うっそ、やばい。戦闘効果で破壊されないとかいうクソやべえモンスター強え、助けてくれ。表に出せた、表にすんなせた、あのカードを。レベル上昇いいよ。いや、レベル上昇はやばい。うわやばい、やばいこと起きた。はい、オッケー。で、なんか蘇生できる、カーナリゲーター、オッケー。あー、まあ次あたりに表にしよっか。ここで表にしておこう。はい、ね、宝玉の集結を発動。さあ、宝玉モンスターを手札に戻すことによってお前のモンスターもバウンスすることができるぜ。あ、墓地送るか。グリフォンの羽根暴起やばい、嵐ねえからって、嵐ねえからって、なんか嵐の代用みたいなカード入ってるけど、なるほど。 FA サーキットグランプリの効果でまた FA カードを持ってくれ、強い。よいつ、はい、やべえ、もうトランスポーターやろ、レベルめっちゃ上がってる。これレベル13以上になると1対1と自分の持ちの FA モンスターが対象にそのモンスター特殊効果。なるほど、強いですね。リップクロスターは手札を捨てて発動する効果ができないと。なるほど、はいはいはい、これね、あのインガー切断ケアみたいなやつね。 OK、 トランスポーターの効果めっちゃ上がる。リップクロスターもレベル上がるし、うわやっば、レインボーオーバードラゴン超えられたやん、強っ。はい、コーラルドラゴン、あ、無理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 、まあ、でもしょうがないか、これはもうしょうがないしょうがないしょうがない。モンスター効果、コーラルドラゴンの効果で手札を捨ててドリを破壊する、まあ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 、まあ、それはしょうがないですね、それはしょうがない。あ、これいけるよし、あいつは対象に取れる、耐性はない、行け。宝玉の集結の効果、フィールドのカードを2枚対象に取るぜ。俺はサファイアペガサスを対象に取り、このモンスターとお前のそのモンスターを手札にバグする。よし、集結せよ宝玉獣。うわー、いやー、救えてんのかなこのデッキ宝玉獣。さあ、お相手の方、髪型インリンオブジョイジョイさんですね。インリンオブジョイジョイだよ。で、虹の掛け足効果絆、まあ、脳死でね、絆していくしかないですよ、これね。で、絆ブー。絆っていうカードめっちゃ強いよね。このカード本当に強い、やってることは。やってることはめちゃくちゃ強い。これ。これさすがに強い。この1枚で魔法トラップゾーンにさ、2枚置けるってめっちゃ強いじゃん。こうなりますからね、これ。最強でしょ、これ。宝玉の絆なんか2枚ぐらい欲しいですね。虹の駆け足あるんで3枚もいらないと思いますけど。まあ、これはこうですね。で、宝玉の導き発動、宝玉の導き、そしてルビーカーバンクルを特殊召喚、ルビーカーバンクルの効果発動、ルビーカーバンクルが特殊召喚成功した場合、魔法トラップゾーンの宝玉獣モンスター1体を特殊召喚できる。そしてレベル3のモンスターが2体でオーバーレイエクシーズ召喚、ギガントブリリアント、そしてギガントブリリアントの効果発動、オーバーレイユニットを1つ使い攻撃力をアップする。スキル発動しよっか。ちょレインボーいらねえわ、1体いらない。で、圧縮しとこう。これであと2体ね、これであと2体ターンしろ。これトップがね、レアバリューだとめっちゃ強いんですよね。トップレアバリューだったらレアバリューペッペッって2枚ドローした後にスキル使って揃えられるんで、まあ、レアバリュー系ではありますね、本当に。グライフ、いいだろう。グライフ、シュトロンベルク、来た。シュトロンベルク。
最近はね、あのシュトロンベルク DD っていうのがめちゃくちゃやばいデッキが爆誕したんで、深淵の宣告者。何？なんだこれ、自殺デッキか。風属性、はあ、風属性、獣属、あ、これ自殺じゃねえや。ちゃんと選んでるわ。ちゃんと選んでんじゃん。やるな。ギガントブリリアントが棒立ちだぜ。カードを伏せるわ。はい。手札から。はい。シュトロンベルクいいでしょう。さあシュトロンベルクの効果、はい、いいですよ。まあ魔法トラップカードを破壊されたところでそんなに痛くはない。モンスター特殊召喚。モンスター効果、はい、発動。シンデレラ、はい。いいよ。シンデレラ効果で、あ、手札から馬車。なるほど、弱いね。手札から馬車、シンデレラでガラスの靴発動する、オッケー。で、1300ダイレクトアタックはいいや。1、まあ、それで2、3、4、5、6。魂の解放。おい何してんだ、お前何してんだ、俺の家族を除外するな、おいやめろ、除外されたら出ないんだよ、おふざけんなこいつ、なにこいつ、おふざけんなよ、ふざけんなし、俺の家族除外するってどういうことだよ。フックスしかないか、でもフックするしかねえ。これはこうして打点上げる、いらな、この守護者とかいうモンスターいらなすぎる。いらな、このなんか守護者とかいうモンスターどうすればいいのこれ。コスミックサイクロン、おいふざけんなよ、無理だろ、魔法トラップゾーンを増設しろ。頭おかしいって、これペンデラムモンスター配ってさ、ペンデラムモンスター配ってペンデラムゾーンないのおかしくない？うわぁ嘘だろ、絶対おかしいよこれ、絶対おかしい。とりあえずコナミ本社、今の